蘇我氏略系図、SVG で表示蘇我漢氏5月は、古墳時代の豪族。蘇我町の子で、子に、蘇我高来、弟なごびめがいる。日本書紀によると、蘇我漢氏は、有略天皇9年3月、有略天皇の命で木子弓、大友団、ソロ首スクネと共に大将に任じられ、白木がくだら地域に進出して城を奪い、津島海域を抑えて、 和国とコークリとの交易を妨害し始めたことに対し、白木生伐のために朝鮮半島へ渡った。白木王を一時敗走させるほど奮戦した中で、小弓は同月に死去してしまう。代わりにやってきたのが小弓の子、清岩だが、大岩は父の兵馬を引き継ぐに飽き足らず、ソロクヒスクネの兵馬と船間を配下に収めて、ソロクヒスクネと対立した。ソロクヒスクネは、 大岩が、ハンコの平和も奪うつもりであるとハンコに警告し、彼も大岩と対立するようになった。それを知った、クダラの王は、二人の仲を保とうと、大岩とハンコをクダラとの国境まで呼び出した。その道中、川に差し掛かり馬に水を飲ませたところで、ハンコが、大岩を、後ろから弓でいた。しかし矢は、大岩の馬の蔵にあたり、とっさに、大岩が生かしたところ、 その矢が当たったハンコは落馬して川で溺れ死んだとされる。ありがとうございます。